はい、外人チーム、あーごめんごめん、外人チーム5人と03チーム、統一枠の03チーム、はい、よろしく。あ、そうそうそう、外人チームってここでいいっすか、椅子。うん、そうね、あと03チーム、マスミさんとか、03チーム、あ、03チーム集まってんね、集まってますね、吉尾さんと盛り上がってますからね。じゃあ代表、トーナメント表、簡単な、なんか何でもいいから欲しいな何でもいいんで、引いたもん、同じものを引いたところ同士で1回戦で、ダブルイルミネーションで、ダブルイルミネーションで1位抜けと2位抜け、あ、ありがとうございますはい、各チーム、そう、トランプですね、あの、運命の、本来、あの、これの4人4チームなんで、綱引きしてほしいところなんですけども、赤ペンと黒ペンってどこに行ったっけ、赤ペンと黒ペン、赤ペン、黒ペン。赤ペンと黒ペン、確か昨日使ったんだけど、赤ペンがねえんで、そこ赤ペンと黒ペンどこ行っちゃいましたっけ昨日、あれだ、赤ペン、あっちで受付には出して、赤ある、あ、赤、あ、あら、はいはい、ほんとね、はい、あれ、これ配信始まってんのかな、実はうっかり始まってます。はい、おはようございます。と5月5日かける5かける5、当日枠争奪戦、当日枠2個あります。で、当日エントリーが4チームなので、結局合計が今回の参加は38チーム、38かける5は何人だ、190人のアホどもが揃いましたはい、ということで当日枠の争奪戦は4チームでダブルイルミネーションの1位抜けと2位抜けが取ります。シカゴはあれだよ、あの、生きる死ぬの死に、あの、カゴのカゴだよそんなゲームなかったっけ、シカゴってあ、奥は大丈夫ですよ。はい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 、なんだ、あとね、2チーム抜けるから、で、あの、ルーザーズあり、ちょっとダブルイルミネーション、負けてももう1回チャンスあるっていうんだけ教えてあげて。はい、一応ルール改めて、あの、説明しますね。の当日枠は4チームでの本戦トーナメントと同じようにダブルイルミネーションで、1位抜け、2位抜けで、当日枠1、2にはまります。で、当日枠1、2は1位抜けしたからって別に当日枠の1、2選べるわけではない。そこで始め、もう1回くじ引き、1位か2か、だから1位抜けしたのに、おい、1回戦機械川又と、もうやべえだろここって可能性は全然ありますという感じですね。したら、じゃあ、あ、これはあれだ、もう早速、アッセンチーム同士の1回戦なんですね。じゃあ、吉尾さんお願いします。あれ、マスクしてるけど、まあ大丈夫、今
あれなんだっけ、もうちょっとしたらなあの、まあ、KK ワイヤーとかジャイアンとかいうかも、そしたらもうマイク丸投げしていいから無理しないで2号もいるし、はい、したら、マイクもう一本でどこに置いてあったっけ、さっきはそこに、あったあったあった、青いの、青いの、それそれ、はい、したらじゃあ、二回転さんがいるんだね。じゃあ二回転さんに、それぞれのチームの、あ、セロテープさんだか。先方プレイヤーの一回戦第、あの、当日予選第一回戦の第試合は、チームはじめまして、アセンチーム1と、バーベキュー勢、アセンチーム2が早速当たることとなりますので、のじゃんけんで 1P、2P 決めてください。あれもうバーベキューで当日予選のメンバー表ください。当日予選のメンバー表をください。打ってる。ありがとうございます。はい、じゃあ先方プレイヤーが決めてくださいね。ワンピー側、ワンピー側、ワンピー、ツーピーのじゃんけんまずしてほしいかな。何？すいません、落とし物があります。足立区第十中学校の生徒手帳が落ちております。それ一人じゃねえか、中学生なんで。中学生って一人しかいない。それはあれか、そうだな、一人それ別にさ、それ別にマイクで言わなくても直接。写真見てなくてごめんいや、お子さん、お子さんの場合もあるじゃない、一応。いや、お前そんま、今のはさ、ひどいなあの、本名とか言ってないからセーフにしといてください。まあね、まあ、いや今のはちょっと俺驚いたわ中学生ってそうそう、まあそうだね、とかなり特定されたからさ、今びっくりしたわはい、したらじゃあじゃんけんでワンピース決まったみたいですね。ワンピー側にバーベキュー生だね。あ、バーベキュー生でいいのかな。苗場、グリグラ、マル、オロナイン、滋賀県で、2P 側に、チーム始めまして、タカ、湘南、薬屋、第一、教授。見なくても覚えてるんだな、俺は。知らない人いるもん、僕。うん。でしょ？偉いでしょ。はい、ということで、じゃあ、先方はもう決まってるんですかね、お互い。決まってるようであれば。先方申告、トゥース。相手キャラは、リュウ、バルログ、フェイロン、のダルシム、リュウ、ダルシム、フェイロン、バルログです。なあ、覚えてんだろ、偉くない？俺は意外と名前と顔にしても、その割と瞬間記憶能力があるんですよ。で、こっち側だけばっか言ってるのも失礼だね。こっち側は、まあ、ほぼほぼね、名前知ってる人間ばっかだからあれだけど。そうっすね。オロナイン、ベガ、グリグラ、フェイロン、滋賀県、県、苗場、チュンリー。丸流。に丸流ですね。なんか東西混成チームって感じですね。じゃあ、OK でしょうかね。もう決まったのかな？タカさん、どこの方？群馬。群馬から。群馬。神奈川、今は東京かな教授が名古屋、そして四季ちょっとワンピーが考えております。ちょっとだけお時間くださいね。こういうのは重要です。まあ2チーム抜けますので1回負けてもチャンスはありますが、先に抜けた方が晴れるんですよね。晴れないよ。晴れないよ。先に抜けた方が先にくじ引けるだけだよ。くじに引けるだけ。選べちゃやべえっていうのはさ、昨日のうちに言ったはず。なるほど。失礼。だって選べんだったら全員当日予選の方がいいじゃん。後決めできるんだから。確かに。はい、オッケー。それでは、苗場チュンリー VS 高龍ですね、高龍で、はい、のかける号2019当日予選、始めます。はい、お願いいたしましょう。どうぞ、スタートボタン押してください。全く俺と2回転画面見てない感じなんだけど大丈夫かな。僕は見えてます。あ、見えて、俺後ろ見てるわ。苗場チュンリーですね。さあ、群馬の高龍、顔を見るのは2回目だが、どんな動きをするのか。群馬ってどうなんですか。群馬って言うとルパン122だっけ、そこのイメージがあるからね。ああ、ルパンまだある。おっと、中腰投げられる。
今中国から脱出なかったかもったいなかったが、そうですね、あそこで投げ入れてるのが結構やばいですね、うん、さあ内場ゲージが溜まる、ここは様子見で投げて受け身がない状況で垂直ジャンプ、シンク出してそっからショー来てるな、まあガード以外には勝ちますからね、今の勝利は男の勝利だったね、かっこよかったわ、裏読みの転生読みみたいなのもありますからね、おっと追っかけるが踏んづける、めくり、うわーすげえ当たり方、さあと中キックだったね、小キックではなく引っ込んで投げられて中中で固めて、これはちょっと対応が難しい、ファイヤー燃やす、落ちる、もうさらに勝利、おこれは手が止まる、元キックもらって神橋あと一発、さあもう決定、打ったが垂直大キックと、超先に飛んでましたね、うん、まあゲージがこの2キャラ非常に強力なものを持っているので打ち合ってるとチュンリーの方が有利に進んでしまいます、龍が先に動かないといけない、さあ体育昇龍ミスって大飛行剣出てないので竜巻で暴れて戦列出さした、さあここは勝負どころ、前は下がる、もう一回ゲージ貯めてもいいんだぞと、対空が出なかった、ここは裏に出る、さあ勝ったな、ないば、さあどうする、さあチュンリーを見てフェイロン、薬屋フェイロン来ましたね、薬屋名前が来てますよね、いやいやいや本当のお薬屋さんだから、そやばい匂いがする、さあカタカナで薬屋だったらやばいけど漢字で薬屋だから大丈夫ですよ、あそうです、今回結局あれですよ、はい、と事前エントリーが、はい、34チーム、はい、170人に今回当日チーム4チーム合計38チーム190人、200弱、いやー膨れ上がりましたね、こんなにいるんですか、190人、ここで良かったっすよね、そうですね、先見の明がありました、かける5は絶対人数やばいことになるから、もうデイトナーで必ずやろうというあれしましたね、僕でもね、ゆくゆく先は寝屋川 ABC とかも狙ってるんですよね、あそこも広いじゃないですか、すごい広いです、さあしばらくやっていないはず、薬屋しばらくやっていないはずだが、一歩しか取ってるのはそうですね、まあ、攻略ページがあったぐらいですからね、そうですね、攻略ノートを何冊も持ち歩いてるの知ってますさあ投げて、おい、あれ今票減ったなんだ今の100です、さあ本日1回目のお電話どこに、永田さんです、なんで永田なんだよ永田さん電話しても今繋がんないよ、ああそうですね、その人いませんって言われ、その人いませんって言われちゃうおっと、しかしこれはさあ劣化圏ショーでディレイのディレイのディレイかけまくってショーパツンと、テンションで帰らないので実は相当強いですね、その後飛行剣は撃たれるかもしれませんが、ここで出てくるのは丸龍してるしてる、だからさあ丸龍、丸ちゃんはね、横浜行ったりの地元に帰ったりあっち行ったりこっち行ったりして疎通はでもそれでも続けてると、はい、いい子ですよね非常にねさあ結構アグレッシブだった、リュウ、X リュウにおいて最もクソムーブ、昇達投げ、昇達投げあれをメイン武器にしてる人もいるぐらいですか、 あれやばいだろ、水ジャンは今非常に危ない行動でしたが、なんとかガード間に合う、おっと昇龍がしっかり拾って、あ、ライゾン、すげえ、そうなの、完全に使いましたね、立ってると投げかく、遅めの、あ、ジュンだけ、へぇなるほど、あ今びっくりした、昇龍出させられて、なんだあれと、完全に疲れましたからね、さあ、薬屋がちょっと苦しい形、波動を重ねて画面を作る、こっから削りもきついぞ、薬屋が
ちょっと、いや薬売ってる場合じゃねえ、薬飲むしかねえ。薬打ってる方ですね。ちょちょ、打っちゃやべえ。だか、だか漢字だっつってんだろ、カタカナの薬じゃないっつってんだろ。冷たいやつ、どえれクールなやつを。さあ、画面端、まあ、から下がって、と昇竜で、今度はレクレクレ巻き込めなかった。ハドハド、ハドで、と、大足から打ったところ、しっかりダイレクト123の中段で、かかんない、かくはんがない場合。さあ、これはいい勝負、あと2発ずつぐらいか。これ今、一度とフェイロン有利、さフェイロンがさまだ有利の状況。うわー、ファイヤー、わからないぞ。ガード、冷静、シンク止まる。あー、まだキャンセルできなかった。うわー、暴れてくさ。ディレイの劣化圏でしっかり勝利出した。あれ意外とね、勝利分かってても勝利なかなか出せないんだよね。なんか波動に化けちゃうっていうかさ、なんでだよって思うんですが、やりますね。残ってるのがリュウ、ダルシム、バルログさあ、湘南日夜、湘南日夜、あー、大地が行く。さあ、大地、北斗の拳といえば大地、大地といえば北斗の拳、あの大地です。さあ、実況、実況しながらのプレー。今本人が、じゃそうそう、北斗で煽るんだったらバスケよこせって言われましたね。スト2でバスケあっちやばい。まあ、竜は簡易バスケ的なんかポクポクってあるけど上だけですけど、上だけ。さあ、デイトナ式の店員大地さん、おっと、ふかふかと、おお、なんだ今の投げが化けて大ゴスだった。美味しい。しかし、バックジャンプチューパーで対応、あと、くらいなんとかしてくる。さあ、バルサの勝利、愛知ってさ、竜が、あ知ってる、うえ中足、いいですね。テラー待ちですかね。さあ、これはさあ、見てからテラー、2回目はミスる。まあ、いいミスでしたね、今ね。いいミス、いいミスですね。意外とね、あれね、ちゃんとやってる人じゃないとミスりますからね、うん。まあ、そうですね、結構ギリギリですから。さあ、クソムーブが当たらず、しかし丸龍、画面端投げて真ん中にある、これは偉い。確かに今のその真ん中投げと、偉い。おお、マジか。なんだ今の。あ、拾えない、爪が、爪が欲しい。今イメージ的にはラオウで剣刺して、その剣拾えたらいいのになみたいな感じ。拾えちゃやべえみたいな感じ。最近は空中でも刺してますからね。確かに無理やり刺して地面まで引っ張るから、ね。さあ、中盤、中盤で食らって、シンク使わず投げ、詐欺飛びは頑張ろうとしますね。バルログ使いには珍しい。暴れる。間違えたがさあ、あこれは爪を拾えば、おお、おー、うまい、やる、上から投げた。デイトナ式のみんな見てるか。バスケがなくても、バスケがなくても、シートダムがなくてもめくりがれば言う。さあ、バルログ見て、こっち側、グリグラ・フェイロン・オロナイン・ベガ・シガ・ケン、ケン・フェイロン・ベガ、いや、まあ、ベガじゃねえのかなっていうところですけど ね、あれ、ケンなんだ。まあ、残りにダルシムがいるので、あー、そうでしょうかね。さあ、一進一退、これで中堅同士。シガ・ケン、今日はなんと遠征に来て当日予選。そう、俺なんか、なんで来てんの突然みたいな、びっくりしちゃって突然。さあ、滋賀県が投げ返されて、ちょっと間に合わず、まあ牽制難しいところ、いて、しっかり3段、引っかかる。よく今勝利出したね、ピオリーチだったね。竜巻で暴れられる、うまい、幸いでしたね。あ、立ち台パンで、ね、あの竜巻食らって返してくるバルグでいないんだけどね。うん、見たことないです。おびっくりした。いや、大抵多周キックで返してくんだよ。うん、おう、大地君はあの結構うまい理由は、デイトナ式の若手生に教えてる立場なんで、それ結構うまいですよ。おう、いや普通に強いっすか。ちょっと滋賀県、滋賀県苦しんでる。死んだ。やる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 。さあ、ワンピーがこれは結
構ピンチになってきたか。ちょっとよ、なんだろう、ちょ失礼な話だけど、はい、すげえ予想外。予想外、うん、普通に強いんだけど、あのね、いや飛び込みから中足中詰めの3段決めた時に、うん、あ、やっとんのみたいな、やってる人なんだなっていや、すげえやってますよ。びっくりした。船、ロード、ハク、あの辺りに X を教えてる。そうなの。俺は X のことは知らないけど、ゲームは知ってると言ってました。まあ、それはね、結構ね、重要なことだから、うん、さあ、しかしベガ戦、これもまた難しい。そう、難しいね、バルーからしたらね。さあ、どローラインが弱重ねまくって、これはバックジャンプで逃げる。これなると体力はもうゼロ。画面端を背負うことで氷に対しても鉄壁のガードになる。そう、さあ、氷渡る、投げて、投げる。これはさっきは、あっ、あっと、ガード投げてよかった。受け身なんとか立っている。いって、投げて、お手玉からの置き攻め。あーそう、バルログはジャッキック2発むずいんですよね。さあ、なんとか取り返して、湘南教授、龍と龍、ダルシム残しでフェイロン、ベガ。これキャラ的に見たら、まあ龍がいる方が、まあ、しかもダルシムが後ろにいますからね。そうですね、ダルシムでかいですよ。さあ、湘南はどうする。第一、えじり声、えじり、えじり DJ 超えちまったか。おっと勝利でしっかり暴れて、めくり、よく今ガードしたな。難しいところですね、今のは。さあ、オロナイン、今のはちょっとよく馬の波動打った。あっと、今の最後クラッシャーも半角でしたね、危なかった。はい、高はむずいっすよね、龍。大パン連打でいいだろ、とりあえずアッパーで落ちる。ないのか、前に飛ぶ。よくハード打った。これはガーガー、よく今のホーバーもガードしましたね。あれよく引っかかっちゃうんですよね。立ち技じゃないと、あのダブル2が安定して帰んないですからね。さあ、めくりが当たって、めくり立つ負けで、あっ、さあ、ピュオラス1段、湘南、湘南道になったのか、読み合い道みたいな感じで。湘南道、湘南道が現れましたね、今ね。ピヨって、アッパー終わりみたいな。あ、でもあのその後にあれですよ、ダブニーと半角食らって言わと初めて読み合い道さんですから。そっから死にましたからね。そう、確定ミスって反撃食らうところまでで読み合い道さんです。さあ、ワンピーガー大将のグリグラフェイロン、はい、さあ、竜とダルシムが残っている。グリグラ頑張れるのか。やってますから、グリグラさんも。いやねー、湘南くんもねーのー言うても上手くなってますよ、いや本当っすよ。数年前、数十年前に比べれば。数十年前はやばい。十数年前の間違いだな。うわーっと、勝利とレッカー相打ち、珍しい。あんま相打ちになんないよね、どっちかが一方勝ちのイメージだよ、ね、まあ勝利権の判定自体相当強いということで。でっか、よく確認した。今のは昇竜の判定が強いというよりも劣化圏の判定のヤバさを言ってほしかったな。相打ちになっちゃやべえだろ。いやー、まあ、劣化圏に勝てる技は相当少ないので。あっ、今僕の視界の片隅に二回転さんの大親友がいまして。おお、ええ、っ、大親友が今、大親友がいました。なる、え、いんの今両替してるの見ましたよ。マジで。さあ、劣化圏入って、さあ、湘南、これは粘りたいとこだが、グリグラが冷たく一発だけを狙ってくる。劣化圏下がって、さあ、って勝利ではあって、ガードされる。めくり竜巻にしたので飛び込んで、グリグラといえばこの飛び。大将教授、さあ、今日はチャリで来たの、え、どっから
名古屋今日は電車。そう、開幕立ち台キック長いのからスタート結構やるね。やりますね。今びっくりしたね。さあ、はい、死んだのか。あ、うまい。が、こっから取り返すの超大変だぞ。中段さあ、僕と、さあ、1回戦突破リーチ。まあ、ダブルイルミなのでね、ここでまだ諦めないでほしいですけども。さあ、大地が頑張ってくれたのを教授それを拾えるのか。さあ、総力戦になっているが、この2人いい勝負をしているか。来い。いてててて、燃えない。必死のスラストこすりが、あとゼロドットファイヤー打ちたい。冷静。今いいですね。今チームメイトにいる薬屋リスペクトで薬屋になってましたからね。薬屋は結構まあ誰しも使い、みんな近距離必死ですからね。必死ですからね。必死の誰しもとバドドクの必死っぷりはもう、おお危ない。投げが通ってグリグラが勝利ということで、まずウィナーズ側ですね。ウィナーズ側に行ったのがチームバーベキュー勢。はじめまして勢はまだあれですね、ルーザーズあるのでまだ諦めないくださいね。まあ1位抜けすることはちょっとかなわなくなってしまいました。あ、まだわかんないとき、リセットがある可能性ありますからね。じゃあチームシカゴとスーパーな梅原スーパーなってまあ、なんでますみさんは名前スーパー梅原って名乗っちゃうのかな。ますみの方が良くない。さすがに。え、なんで。さすがに。どっちもさすがにだけど逆に。さあ、じゃんけん方はゼロスリー勢。ゼロスリー勢のマスミさんに青汁さんに。いや、結構これさ、ゼロスリー界でいうとこのこれアイドル超人じゃない。正義アイドル超人ばっかじゃない。かなりこれ有名どころばっか。ここら辺、これ俺よりもやっぱね、他のゲームに詳しい2回転とか吉尾が喋った方がいいと思う。僕ゼロスリー分かんないですよ。じゃあ大丈夫です。はい、先方は OK。アーチミラーさん、オッケーと、あと、あ、じゃあこれもらっといていいですか。あ、シールは大丈夫です。そうです、それもじゃあください。始めますよ。どうぞ、始めてください。まあ、この 5人のゼロスミのうち3人はですね、結構吉本の住人だったっていう。あ、そうなんだ。そういうことですね。で、もう一人、ガベさん、私、一回焼肉をおごってもらったことあります。ガベさんって、ベガの人でしょ。そうです。さあ、先方は青汁がガイルボコボコにされているが、おっと、めくり、打ち切り入れ込んだぞ、おい。これは、どこで読み合っているんだ。あ、多分、カウンターで浮いた時読みのやつですね。やばい、受け身がない。さあ、これどうやって対応するのか。ベガ戦はね、難しい。難しいですね。かなりガイルとしては難しい部類です。さあ、アーチが中2位で突っ込んでいくと、じゃあ、赤字だけ。さあ、アーチベガはですね、アーチヴィランは今日早めに来て、はいはい、モリモリ対戦してたんで。なるほど。あったまってですが、あとゼロスリーゼはひたすら身内で笑い続けてですね、ひたすら身内で笑って、やってる感じですが。さあ、さあ、スーパー梅原さんです。スーパー梅原来ましたね。あの梅原にスーパーついてる。スーパーがついてますから。さあ、ゼロスリーっぽい連携を組み立てて潮流は出ますよ。そうですね、対空とゼロスリーってやっぱり筋トレの波動がうまいですよね、はい、そうなんですよね。連射する波動みたいな、その X 独特の波動はやっぱりそんななんですけど、真空大足、とにかくその通常技の延長にある
近中距離波動がやっぱゼロスリーではすごい上手い。そこはすごい上手いですよね。まあ投げを信用しないところとかがやっぱ、はいはいはい、ゲームを象徴してますよね。象徴してます。さあアーチ投げる。さあとりあえず受け身があるのでというところですね。さあここでゲージはまだ溜まっていない。なこれは勝負。さあ打つぞ。さあスーパーメハラ、こっから投げる。しっかり処理。よかったです。今ちょっとしゃがみカード必須な場面でしたが、あれシノニー、シノニーここにいんの。あ、そうなんだ。シノニーエッサガはかなりこれきついんじゃないですかね。エッサガ2体いますからね。これこれは向かいダルシムのパワーが問われる。はい、2P 側はチームシカゴ。これはシカゴ勢4人とシノニーの混成チームですね。そうですね。ちょっとさすがにこれほど高性能な下タイガーは03にないですから。ないですね。あの下で用は強いらしいですけど。さあ、03でも強いです。ああ、上りクック。そうですね。上り大ジャンプ大キックも強いんでね、エスタガはね。飛びが速いだけで強いですからね。で、まあ、X と判定同じらしいよ、あれ。あ、しかもなんか飛び上がるまでが速いらしいですね、エスタガはね。さあ、スーペー梅原、結構タジタジだが、そうです、寄っていく、2投げ、なんか、ところどころ、対空とか、ああ、やっている、ところどころ、対空とかですね、踏み込みはしまないが、やはり、非常にいいものを持ってるんですが、さあ、向井が出る、まあ、これはもう向井が行くしかないですね、向井がやるしかないところですかね、これが3点目、向井ダルシム。向井は一時かなりやってましたね。かなりやってましたね。何千万はN4 アと闘技戦出てますから。うん。そうそうそう。やっぱり。ハルキング。ハルキング、N4 は部下に出てますからね。やっぱギーさんおすすめのニュートン農業も出てますからね。おお。さあ、シノニー、なんで先に出たんだ、しかし。しかもですね、シノニー、まあ、これ、ダルシムいけるって言われてますけど、はい、だシノニー結構博士とやってるんであれなんですよね。あ、結構ダルシム戦は慣れてる。袋でね、うん、袋と今新宿ですかね。慣れてる動きではないかもしれませんが、まあ数としてはやってるんで、それほど苦手意識は。お、うわ、いてうわー、2対空。お、すかしげ弾、危ないぞ。お2位が大好き。ちょっと今向かい、今ちょっと向かいらしい連携でしたね。向かいらしい連携、中須田安全だね、投げ。向かいやっぱね、ストフォーム一時期やっててですね、やっぱりその強キャラをそつなくこなすプレイヤーなんですよ。やっぱ無印ストフォーでサガットで、AE でユンということで。あ、そうだったんですね。強キャラをかなり一本というわけではなしと、かなり強キャラをそつなくこなすタイプなので、ごちゃった時にとりあえず強い行動するっていうのが手に馴染んでる。なるほど、はい、それは、うん、非常に強いですね。そう、非常に強い。だからかなり器用なプレイヤーかつちょっと格ゲーに慣れてるから、うん、慣れてるプレイヤーなんで。おお、強盤だけね。 あっち行ったりこっち行ったり。さあ、あとは打ちまくって対空できれば。さあ、ゼロスリー勢のいいよ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 。ゼロスリーが、おお見てから見てから、今見てからですね。痛い、ごまかすなよ。ナイスアイク、ごまかすなよって、どういうどういう応援なんですか。ごまかせじゃないんですよ。ごまかすなよ。さあ、カレンはさっきチュンリー使ってましたね。フットポープごまかすなよって、どういうどういう応援なんですかね。さあ、フットポープチュンリー。さあ、チュンリーさ、まあ、ちょっとかぶさになってきましたね。うん、そうですね。うん、まだエッサカがもう一枚いるというすごいチーム編成。おっと、強天将、これは読み合い勝っていく。なーげる。まあ、いい組み合わせですが、これダルシム側が難しいので。ダルシム、そうって、どっちかといえばダルシムが難しいですよね。はるかに難しいですね。まあ、チュンリーもダルシムが極まってくるとチュンリーも難しさを要求されると思いますが。そう、えボタン押すだけでしょ。さ
さあ体育しっかりして、お、これは向井、いい前調整してますね。おお、ジャンプ中キック、ちゃんとあのこれが相打ちになるまで歩いてやってるっていう、かなりなんかそれをやんなきゃいけないんですよね、うん、なんかゼロスリーでブラスト対空ぐらいしかないので、ゼロスリーでさすがっすね。なんかまあゼロスリーのあのくっそ強い飛びを落とし続けてるぐらいですからおさあ、そして3ラウンド目にはめにくるか、あっと、しかしテンションを出す、危ない。さあこれフットポップリーチが、バックジャンプ対空してきたぞ、これはちょっと厳しい、あらあああ百列、最後は暴れたくでしたね。さあノッツ号機じゃない、龍号機が使えればね、号機が使えればだいぶよかったんですけど、さあこれもまあ露骨発動ありますからね、 X 龍も、まあ、そうですね、 X 龍は露骨発動あるんで、さあ非常に丁寧なプレイヤーです、はい、はい、うまーいおっと、あの見た目に反してですね、非常に丁寧なあのゼロ先生なんかそういう人多いですね、そういう人多いですよね、ノリノリ、いやちょっとこのネタっぽい動きが、うわっ、あー、タゲゼリはきつい、おっとさあ、おそこまで見てたのにちょっと間に合わず、しかしフットポープが勝負どころで仕掛けてきますね。さあちなみにノッツ氏はストフォーでは龍でしたね、うんうん、龍を使って、うん、3秒ぐらいピュアルに見える、なるほど、ちょっと似てますね、確かにさあストフォーのすごいムーブにかなり文句を言っておられましたがおお、さあ体育なのね、体育出るでしょうね、ストフォーでも体育は非常に出てました、 うわー、さあこれは食らってしまう、シングルやっていく、まあ、あの状況を作り出しただけでも相当有利に働いてたので、勝負に来たチュンリーをうまく、おっとっと、カウンターで殺した、これは投げる、投げている、これで状況が結構流行になりましたね、そうですね、うん、チュンリーはゲージも溜めにくくなる、飛びも見せたいところ、さあしかしバックジャンプで冷静にいくか、いて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 、百列が先ほどから機能してます、ね、あーうわ、林、いい暴れ、おお生ぐらいしたぞ、反応はしましたね、むしろね、反応はしましたね、戦列まで読めていたんですが、さあ大将ガベバルログ、これね本人にお会いした時も聞いたんですけど、ゼロスリーにあのガベルっていう単語ありますよね、ガベル、はい、どんな意味なんですか、意味がね分かんなかったです、あー分からないさあ、食べれるか、おお、テンション潰す、というか、なんか大押しが昔のガベってれば勝てるっていうような言い方をしてもとにかくガベってれば勝てるみたいな、あれか、あの、ガムシャラっぽいやつですかねお、これは大丈夫、おお、すごい、今すごい連打音が聞こえました今すごい連打音が聞こえましたよX あるあるの、あーピヨってるぞ、ピヨってやべえ、入んないんですわ、なんとあるのか、あるのか、あるのか、これあるのか、あースーパー梅原から浅いなというありがたいアドバイスですね、浅いな、さあフットポープがしかしこれはいい活躍をしている、そうですね、おっと先ほどの上りジャンプも、あーしかしバルログ、おお知ってるが引っかかって落ちてきた、さあ誰が行く、これはブランカ、ブランカ、なるほど、さあボンキー、ボンキーです、エクスブランカ、あ、昨日ブランカチームで活躍、おお知ってる知ってる、さあ
裏に行ってからのテラー出させて噛みつき、これ確かに知ってますね。おお、サメ中パン、あれはかなり後ろに行っちゃうので、おい、ヒョウバルに強いんですよ。おお、スパコン出す、マジうまい、マジうまい、うまいね。さあ、位置かかる。さあ、ガベバルログ、ガベれるか。おっと、投げる。ガベる、ガベりました。ガベりましたね。おーい、おお、マジか。知らねえ。狙ってる、狙ってる、これ完全に狙ってるな。知らなかった。すごいっすね。ライブやってないっすよね。リターンは少ないですからね、うん、確定取れるのすげえでかいと思います。ちょっとやばいな、あれ。初めて見ました。知らなかった。おお、電撃の使い方うますぎる。さあ、先ほども見たやつ。さあ、ダメ。ここでローリングヒットチームシカゴが決勝進出。先にウィナーズやればいいですかね。じゃあ、連戦です、連戦です。バーベキュー勢、バーベキュー勢。ルーザーズともう一回ウィナーズとでやってね、ちゃんと。ウィナーズの1位とルーザーズの1位でもう一回やってね。ウィナーズの1位と、リセットされる可能性が出てあるから。バーベキュー勢、バーベキュー勢。代表者1名、じゃんけんお願いします。ワンピー、ツーピー。ごめん、煙がきつい。エッサガブランカ、チュンリー、ベガ、エッタガ。すごかったな。やっぱ世界にはいますね、そういう人が。いや、まだまだやっぱ調べることはありますね、まあ、もう山ほどあるんですよね、アフロとかだけじゃないんですよ。侍とかだけじゃないんですよ。マジでテキサスで分かったんですけど、テキサスすごかった。はい、それでは先方座ってください。はい、いつもありがとうございます。アーチヴィラン VS マルリュー、アーチベガ対マルリュー。さあ、いい感じにベガにリュウを当ててきましたというところですかね。そうですね、エッサが読みだったのかなと思いますけど、壊し投げる。まあ、マルリュー流れがいいですね。端っこ追い詰めて、これは完全にリュウモードですが、一旦距離取って進行を貯める。ギリギリ裏に行ったので爆弾がなかったですね。おい、さあ、危ないぞ。暴れ昇竜一発で台無し。流れの作り方がうまいですね。結構やっぱチューブ勢はここで攻撃を当てることによって一気に持っていくみたいな、うん、そういう流れポイントを掴むのがうまいですよね。そうですね、あのダウンを奪う海をよく分かってますよね。分かってますね。だからそこから急に硬くなりますからね、うん、やや強引といえば強引なんですけど、うん、そこを非常に重視してるというか。お、相模で透かして投げる。透かせるかな、どうだろうな。いや、ジャンプ強キックをめくりでやってるとすると、あ、埋めないから。確かに高めになっちゃいますよね。そうですね、うん、いや、
でプラスで強キック打つことになるから、はいはい、ここでしゃがめるんですね。やおおやばいぞ。うわーい、ビオレ。おい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 、ナイス飛び。そして真空の暗転にもかかわらずコンボ完走。いやですよ、しかもその中盤最高とかじゃなくて立ち弱しゃがみ中ダブルD よく入れましたね。そうですね、そうですね。落ち着いてましたね。ちょっと俺心配でしたよ、そのえそっち行くみたいな。そっち行く。さあ滋賀県2番手まずか。さあ滋賀県さんどうなんすかね。まあベガ県ほぼ五分みたいな感じではありますけど、いやなんかここの1年半ぐらいで県有利っていう話を僕聞いて、まあ割とうわうわ県有利はでも前から言ってますね。超人くんなんか県有利と言いましたね、あれで。県有利、ただゆうべかさんはゲージが溜まればベガだからワンチャンベガかもしれんみたいなこと言ってましたね。いやね、これ何やってもこけるのが県の強みなんですよね。そうベガは何やってもこけないんで、うわこれは閉じ込めている。うわー、まっすぐ行く、まっすぐ行きましたね。中部っぽいですね。あーあと大阪っぽいですね。最後は殺しに行く。ここでさっきは温存していたジャロップが出る。エッサガはむしろもうどうでしょうね、剣めちゃくちゃきついと思いますけど、エッサガまあきついんですけども、まあいけなくはないですよ。剣っていうキャラはそういうキャラですね。ゼロな組み合わせはないですからね。まあゼロはないですね、確かに。X はそういう組み合わせ多いですから。実はうまいぞジャロップ、ちゃんと出とるわ。前に歩いたバカ、そしてオカマ飛びも完璧。さあ1ラウンド目でおお、いい飛び乗った勝負。ナイス、すごい気合が入ってる。これが大阪プレイヤー、殺しに最後まで来ますからね。お飛ぶ、いや立ち台キックうますぎ、うますぎる。今の立ち台はやばい、うますぎる。完全にしゃがみ見てから立ち強キックでピオ。いや今の大キックやばいでしょ。やばい、スーパーうまかった、うますぎる。さあフットポープ先ほど大活躍、三立てからしております。が滋賀県の圧力がすごいぞ今日は。しかない、バックジャンプなんてしない。昇竜しっかり出る。おっと暴れてく昇竜、昇竜が出る。いやなんかあれは落ちますね。集中してますねこれ、集中してますねこの対空とこの踏み込み滋賀ハウス。さあさすがにゲージもあるので、おっとっとっと、漏れちまったか。最大最大級来ましたよ。着地1分なんでね、難しいと思いましたが、ね、むずいですよね、うん、いやよく出す、よく刺したな。うお、大キックでも間に合うか、すげえ。さあ、引かない、やらせないコンボですね。勝負どころは勝利、ナイス対空、引っ張って膝つかみ、先飛びはない。おおおおお、そういうの来る、はい、竜巻は転生潰しになるので実際あれで裏に回ってごちゃごちゃもできるし、なるほどなるほど、かなり強いですね。さあフットポープ、中足をバリアに使っているが、こじ開けてくる、膝つかみ、さっきは竜巻、今度は裏、しかし投げ返されて、いやーすごい、投げる、引っ張り投げ、3立て、ちょっとすごいなこれ。さあ滋賀県3立てで副将のシノニー、滋賀県さんは関東に遠征すると大体1個はすごいプレー見せてくれます ね、 そうですね、あの確実に確実に1個はすごいプレー見せてくれますが、なぜエントリーしなかったんだ本当ですよね、滋賀県さんすごいな。さあシノニーがしかし完封している。さあ駆け抜いから踏み込みたいし、
いや細かいテクも使っ、ああ見えてくて、この後細かいところ使ってるんですよね。細かいところ使ってるんですよ。やっぱ古くからやってるプレイヤーだなっていうのは分かりますね。分かりますよね、ほんとね。大勝利、うまい、いいチョイス。うまい。さあ、何かコメントに、コメントに。あ、音チェン。オトチュンコメントになんかヒートアップしましたけど、おい、あーしかし無情なダイヤパカ間に合っちゃやべえ。さあここはしかし選べますからね。さあダルシムで行くか、ダルシムいなくない、ダルシムいないか、むしろベガとかだな、そういい気はしますね。うん、残ってんのブランカだからベガ先に出した方がいいですね。すいません、ちょっとこの辺だけ開けといてもらえると助かります。さあ当日予選第2試合目ですね、あ第3試合目ですね。当日予選ウィナーズ決勝、シノニー VS オロナイン、シノニー S サガットは、さあ上ショット4代目曰くさすがに S の方が楽だが、X をそこまで変わるわけじゃないとか言ってましたからね。そうなんですかね。残儀とベガはなんかそんな、いやさすがに S だけどみたいな。ちなみに、おーうまい、うまーい、死ぬかと叫びながらナイトメアぶっぱ。これはしかしちょっと甘えたか、死ぬのか、ぴょんぴょん飛んでくる白にっぽい。さあどこでサイコを打つ、打たないのか、見ているのか、うわあ、おお、さあオロライン超える、さあ気合入ってるぞ、めくり、あ今のはちょっと難しいところ、ちょっとダウン取りたかったですね、歩き投げで OK ですね。もう一回めくりいきたいですね。いい対空、さあ空対空を誘ってねじ込みに行く、投げる、出させて、誘った、おおうまい、空対空、空対空出しましたね、すげえ反応だ。さあめっちゃ吠えている、大将ボンキー先ほどすごい動きを見せた。ちなみに4代目はあの X 残機戦が削りのスパコンがないから X の方がいい場になるとか言ってましたよ。はいや、おめえそれねえ、それはねえだろって言っときましたけど。さあこれはボンキがさっきは、いやさっきすごい動きでしたけど、すごかったっすよ、うん、このメンバーの中で大将を張る実力が、いやそうですよね、キャラ的にブランクで大将ですからね、うん、さっきから。さあシカゴのプレイヤーレベルが高いところを見せているが、オロナインが遠距離戦、いや、かなりいい逃げですよ、得意の遠距離戦、うん、さあ、吠えている内容は熱いが動きは寒いぞ。さあ、時間をフルに使っていく、うまーい、おー知ってる、よく溜まってたな、あの距離ローリングでガードしに行ってよく溜まってますよ、うん、この間、あれですよね、A4 君があの前どうしようって言ってた、あの距離でしたね、完全に。うおっと、さあ突き抜ける、サイクの対象がめんどくさい、おーめくりサイクめくりになった。さあ立ち強キック当てる、立ち強キック打ってきました、ね、確かに立ち強キックはかなり当たりない、立ち強キック打ってきましたね、今ね、面白いな。さあということで、うわー、おーナイトメア、ガードナイトメア、まああそこは逃げでもいいというナイトメアでしょう。さあ、おーうまい、タッチダイパンチ、いろいろ使っていく、さがみこぱんではなく、これちょっと、これ両方うまいですね、両方うまいですね。これ両方うまいです、普通にあまり見ない対策をやってますね、うん、さあ、オロラインがリーチ、いや、うまい、子供食らった、これは上から乗っかるが、あー対空で刺さってしまう、終わりです。めっちゃ気合入ってる。終わりだと分からなかったですね。さあ、ウィーン、
勝ち抜けですが、まだまだありますからね、まだありますからね。それではルーザーズいきましょう。いやそう、あのルーザーズ で上がってきたやつと、ルーザーズで上がってきたやつと最後消し割るんで、ルーザーズの用紙がない。ルーザーズの用紙ちょうだい。カナのトーナメント、書いちゃえばいい。1回戦負け同士、初めまして対スーパーの梅原に後からチームシカゴが入る。ゼロスリーゼ、ゼロスリーゼ、はじめまして、たい平さん、タバコもっと向こう。陽一さんチームじゃないんだね。まあ僕らが03って分かんねえって言ってるのも同じですよ。始めましたチーム。我々も03になるとまず扇風客が分かんなくて、でその時にあまりに速い空振がですね、全く落とせずにですね、空振無理じゃんあれ。ジャブを置けとか言われるんだけど、なんかね、俺はだから、ショージャンプだと思って落とすってイメージですね。もう、いや、ショージャンプだと思って、勝利を入れて、お、空振が来なかったなと思って、なんかやるみたいな。あ、では始まりました。ルーザーズですね。青汁 VS タカー。さあ、スタートしてください。青汁ガイル VS タカリュウですね。リュウガエルですよ、リュウガエル。青汁なんでバイソンじゃないの。いや、そうね、そういえばバイソンすればよかったね。バイソンみたいな。確かに青汁、いや、青汁はバイソンですよ。青汁ガエルバイソン。さあ、微妙にやっぱりソニック遅いですが、が、さあ、今の出し巻きはまあ見てないでしょうがないですね。ウラケン、いいですね。おっと、迷う。あれ多分入りましたね。今後入らない。さあ高龍ぶっ放す。さあでもあれですね、ナッシュっぽいとよりはちゃんとガエルしてますね。そうですね、うん、ナッシュだったらもう一生スタブやってますからね。そうですね、本当にこの間見たらスタブばっかりでしたから。沖浦県と、うん、さあそばと多めトップナッシュですが、おっと、おー当たらない。下がると言って下がる。まあアドバイスあってる、あってる、あってる。下がれって言って下がってなかった。おじさんが面白い。まあこのゲームね、バックジャンプ多くほどがマジ少ないので。おお、うまい、うまい、うまい。そうですね、ああ竜巻の対処がちょっと多元性には難しいか。はい、おっと、食らい投げるからの、おお、あ、これは、おお、惜しい、殺せなかった。今のは惜しい。高龍ワンチャン。おっと、まだ死なない、削られちゃう。リーチ、さあ高龍本当にワンチャンあるぞ。さあ青汁ソニック遅い。おお、勝ったな青汁。あ、いいですかもう。さあ青汁嬉しい。これでまた BP 勝ってきましたからね。なぜか勝ったのにチームメイトの煽りがすごいですね。本当に。
両チーム、バルログがいるので情け容赦ない男子部さあ、教授さあ、教授、今回も今年のゴールデンウィークも東京に住んでおります。住みに来るのやばくない？1週間だよ。どこに住んでるんですか？西日暮里の近くにウィークリーマンション借りてるそしたら西日暮里のイベントで、がなくなっちゃったんで、はいはい、1週間ボンバーガールやってたはずですさあこれは、まあ、ボンバーガールね、いまだにあの、ま、待ってる待ちになるゲームありますからね。あのゲーム面白っぽい。あ、教授がよ情け容赦なく情け容赦なく現役のダルシも当てるというですね。そうですね。あとさあ、シル青汁さんもやはり闘技団長としては何かやってほしい闘技団長、いつの話？最初の闘技です。あしかもベスト4ですからね。ベスト8じゃないですから。第1回カプエスか。第1回カプエスですよ。あ、うわあ、ボボボボボボ、超熱い。が飛び、今のトルテリー知ってますね。知ってますね。ああ、むしろ今様を、今様むしろ今様を出せば、あそこはサマーで切れて、今様を出せばファイヤーを抜けて、むしろ今様だった。さあ、まあバルログですね。ガベバルログ。まあ、当然色も決まってないからですよこれね。さあ、どのボタンを押すとどの色になるのか。ああ、うわあまずい。ちょっとバルセロナはバレてますね。そうですね。まあバルドグの国から来ましたなので。おお、新しい。ダメ。うまい。いや、しかしバレてるか。どうだ。おお、いや今のはうまい、素晴らしい。あそこはもう行くしかないですからね。さあ暗い投げる、投げて、しかしダルシムの強いところが出てますね。さあしかし早出しで、どうだ、いけるか。さあゴリゴリ投げですよ投げなんですよ。すごい、ものすごい連打が聞こえましたけどあ、でもあのバク転連打はありなんですよ。バク転連打ありですね。連打ありです。追いかけられる行動がドリルもしくは遠距離強パンチしかなくって、どっちもこけないので。確かに確かに、一発食らって一回敷き直しになりますよね。さあごまかすなよごまかすなよ、ごまかせ。いや、むしろごまかせさあ情け容赦なくゴチゴチ接管していく。おお、ごまかした、ごまかした、ごまかした、ごまかしました。これが画面なのか教授うわぁ持ってったさあこれはどうする。いや、ガベりましたね。竜フェイのバルログ残しガベっていきました。竜でいい気がするけどな。湘南さんはどこで行くつもりなのか聞きたいですねこれね。残りがやっぱ竜2体とダルシム、ダルシムいるし、うん、まあ、竜早めに出す感じですかね。向かいはね、昔セブンなんかにもたまに来てて、割とサッシなんかと竜ダルシムやってましたからね。そうなんだ、うん、出てくるのは湘南竜。ガベバルログが一勝中。さあ掴みに行くのうまいですね。さあ、勝利食らって、中ゴスの、おお、立ちガード見えているぞさあうまいさあ
似ている、ごめん見てますね。ちょっとごまかそうとするあまり大昇龍の攪拌を逃してしまったというあれは有利フレームを生かしての直二ですね逆にさあ湘南やりたいこと何もできていない。アッパーあれ投げかく、おおおおなんだなんだ湘南どうす、なんかちょっと新しい動きが来ましたよ今。あれ垂直ですって強キック。さあバルノク同キャラ来ましたねこれが21世紀の素数ですから、令和の素数です。そしてプレイヤーは03対北斗、03対北斗さあストリートファイター、さあお互いやっぱコンボが激しいゲームですから、はいうおっと投げていくのがあれやっぱガムシャラっぽい、ガムシャラっぽい動きや、あーおお知ってる、ガメ成長している、ちょっとジャンプチューパーここに来て、ここに来て急に来ましたね、やばいやばい強い、どんどん成長しているぞこの男さあテラー落としたが投げられるどうしようもない。さあゼロスリー勢に土をつけられるのかX 勢ちょっとそうですね、クスリア。さあ、元ガチフェイロンですが、元ガチフェイロン、最近は大会の時に来るイメージですね。そうですね、うん、もうあの普段はやってないでしょうね、普段はやってないでしょうね、あれ。しかし、本当に本当にガチフェイロンでした。おっとうわー、あーだけないどん出してもダメ、投げが0フレなんで、あの通常だと勝ち合っても同じフレームだったら投げちゃいます。そうなんですよね、このゲーム、ゼロスリーは5フレですからね、うん、あと何かしうまい、さっきのであの味を占めましたかね、そう土壌もう一匹いるんじゃねみたいなさあこっからスパコンが怖いぞ、しっかり対応していく、おっとガベリーチ、いや、さ、ゼロスリーズ上がっちゃうのか、ちゃんとスパコン出すのがすごいですね。そうですね、うん、あの技はゼロスリーではマジクソ技、マジクソ技ですからね、なので絶対使ったことないはずですけど、さあそしてうわ急に戦法を変えた、そして出していくテラ、うわもっかる投げ返したダメがマジか4立て、さあ勝ち抜けです、連戦ですじゃあちょっと 連戦ですねじゃあチームシカゴとお願いします、もう一回もう一 回、ね、回あの外人さんシカゴチームと、さあ先方はどうなるのか、これ今乗っているガベバルロが残したいですね、扱ってきましたね、
さあ当日予選のルーザーズ準決勝になりますね。はい、 1P 側シカゴジャロップエサート、 2P 側、ノッツスーパーな梅原ノッツリュウ。おっ、ノッツリュウやっぱなんだろう、もう一回見た動きすぐできる感じのスーパーうまい系プレーに見えますね。非常にね丁寧なんですよ。丁寧、はい、うまい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 。あのストフォーもめっちゃ丁寧だったんで、あのむしろストフォーはちょっと荒くするゲームなんで、そこがちょっとあれでしたけど、ゼロスリーも超丁寧ですから。あストフォーはもう、うわー狙いがすげー。お、悪くない逆に見てる見てる見てる。おお最後ごまかした最後ごまかした最後ごまかしたさっきチームメンバーにごまかすなって言ってましたよね。ストフォー初期ってやっぱこういうプレイヤーがねいっぱい参戦してたんで、面白かったっすよねあの時スーパーな梅原。そうですねゼロシリーズいっぱいいたもんな。カプオーニョとか覚えてる。えズミさん、はいはいはい、ズミさんは確かだって普通にサカットが6番ぐらいありましたからね。はい、あとあとさあ、しかしまあこのエッサが相手にあまり飛ばずにやってますね。すごくない？エッサが相手にほぼ飛ばずにあの前にも弱タイガーを竜巻やって1回目台足食らったからもうガードでいい、うん、有利なとこだったら台足波動で詰めに行く。エッサが2枚出てくる。シノニー逆にシノニーぴょんぴょんと飛びますんで、さあどうでしょう。シノニーはかなり S 坂から格ゲー入った感がありますが、元が D 坂ですからね。なるほど。うわあ、さあつながる、リヒットつながるさすがに飛ばれてくるときついか。くっそ有利なとこであの前飛びは苦しいっすね。届く上ショットティアラー、下タイガーでピヨッチャーやばい。こうどんどんどんと大惨事。スパコンがいらない理由がこれです。飛んでくる長今のは長い。さあこれは向井でしょうね。エッサが2枚目なのでここも誰しも使わないしかないですね。ダルシムエッサガットは五分近いカードとは言われております。いや、まあ有利って言っていいって言ってましたよ、博士が。ダルシム有利、はい、まあ近いですね。エッサガットと比べたら大概っていう。エッサガットはもう終わりですから。終わりオワオワのオワです。スーパーオワリートファイター 2X そうですね。うまい。あれは本当に消えちゃうんじゃないかっていうおっと、さあファイヤー踏んだ。よく刺していくが、うわどうだ、ちょっと難しい。あ上下間違えた全部見てからって難しいですからね。難しいですからね。さあシノニーが実にそれっぽい、シノニーっぽい立ち回りで、うわしかし2位のごまかしで全部やってくるところとか。しかしそのタイミングはもう、おそらくですけどこの中で多分向井が一番タゲやってるんじゃないですかね。あ、うん、そうかな多分で、あ、まあ、青汁さんも結構やってますけど、あ、かなと思ったけど、あのやっぱ強キャラをそつなくこなしてるっていう意味で、うーん、なるほど。たくんない、あー、あーめり込んだ。今のあー前ジャンプ、なるほど狙いは良かった、狙いは良かったけどエッサがなった。さあここはもうバルト横出さざるを得ないと。ダルシム、竜ガイル残しですね。さあ上がってくるのはシカゴか
ゼロスリー勢なのか。スーパーな梅原チーム、出てくるのはガベ。先ほど X 勢を4立てしているこのバラログ。うおっと、ニーヤパクを食らってしまう。確定しないなら釣っちゃうよと。おっと、なんか隠り始めましたよ。大丈夫、アパか。ジャンプ大キッカー強いな、エッサガは。なんかちょっと角張ってない、大丈夫、うん、これは V スラの軌道だった。おっと、チューチューチュー、いっぱいヒットした。ゴロ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 、うわー、下タイガー。おー、2位か、手前の、これは2位は偉い、手前落ち読まれましたね。でも上ショットでもいい気がするけど。さあ、空対空も使っていく。これは閉じ込められてますね。バイジャンプ、これは逆にといったところ。うわー、バカバカ、タイガーダンス。おっと、かなりしのりちょっと自由な立ち回りですね。そうですね、うん、かなりその場その場でやってる感じ。さあ、テラを出せ。うまい。おおおおおあれは落ちづらいっすよ。今の軌道いいですね。さあ、始まるザンス。さあ、釣ってきて、ゴロゴロ、あ、ちょっとゴロゴロは見やすいタイミングだった。見ているかどうかはちょっと神のみぞ知るやつですから。あーと、タイガーにやっぱかわくない人として、いやー、ステーシャガミチュー。さあ、これで3立てです。しかし、ガミさん、あれですね、試合中にどんどん上手くなっていくのが。そうですね、やっぱゲームうまいんじゃないかなと思いますよ。さあ、人間性能といえばこの男も尋常ではない、スーパー梅原。スーパー梅原。まあ、スーパーの部分は合ってますけど、名前はもともと違います。あー、ピヨっちゃった。超の前に死ぬ。だー、さあ、シカゴ勢大喜び。まあ、とにかくですね、ひよったら死ぬゲームなので。そうですね、ひよらないようにしましょうと、はい、いうところなんですけども、ちょっと、いやー、しかしこれ本当は龍河が飛ばなきゃいけないんですけど、先にエッサが飛んできてみたいな感じで。かなり、シノニアかなりそういう自由なところも含めてのプレイヤーなんで、フリーダム、それが相当、何が起こってるか分かる前に噛み合ってますね、やっぱね。さあ、青汁さんになってしまいました。さあ、ガイルエッサガは、まあ、1.5、8.5 ぐらいなんで、1.5 もある。 1.5、8.5 ぐらいです。ガイルエッサガは、まあ、X ではよくある、よくある、よくある数字ですからね。X ガイルが一番きついのはエッサガという意見もあるぐらい。アパカー、アバサー。さあ、ジョンチョイ VS 倉橋を思い出すんだ。さあ、しかし、あれですね、ちょっとガイルの前身に合わせて技を変えてるので、はい、そうですね、ちょっとえぐいですね。最低限のガイル戦をやってるので、これは負けない立ち回りですね。そう、ジャンプの着地に中学サイクルとかをちゃんとやっていかないと、はい、ガイルがダメージ取れなくなっちゃいますからね、これ。これぶっちゃけて、これね、ソニック打ってる場所ないんでね。ソニック打ってる場合じゃない。前そばするしかないですよ。前そばするしかない。これでぶっちゃけ、ソニック、ソニックと勝てるわけないんで。そうなんですね、ソニックが絶対押されますからね。操作以外にあまり効果がない。厳しい、厳しい、厳しい。レンガーです。連続ガードでございます。厳しい、1回ガードしたらダメです。厳しい。さあ、勝ち抜きはチームシカゴ。それではもう一回ですね、チームシカゴ対バーベキュー勢、最後の試合やっていきましょう。これで、これあれですか、シカゴ側は2連勝が必要な感じ。いや、それ聞いてないな。北原さん、1位決まったんですか。どうやるらしいんですよ。ルール聞いてます。
1位抜けが、いや、ちょっといや、いや、1位になった方が選べるって言ってた。え、1位が選べるって言ってた。どっちに入ってくるって言ってた。9時になったんです。はい、9時になったんですけど、今やっていくのはライブ2つあるんですよね。もうこれで1位2位にしちゃうか。やんなくていいのかな。 やってってさっき松尾さん言ってたから。松尾さんちょっとお願いします。あ、もう終わりなんで、はい、ご参加ありがとうございました。ガメさんにいつとは焼き肉ありがとうございましたって言っといてください。自分で2012年ぐらいなんで。ホワイト流みんな集まった。これ、今行きます行きます。シエストまで終わったところだから。最後ウィナーズたちと最後やるって言ったじゃないですか。今ウィナーズライフ2つまだ残ってるんですけど、これどうするのかって。リセットされたらウィナーズ、ウィナーズも勝ったらウィナーズが完全に1位抜ける。今はこの時期でしょ、一緒だった。あ、じゃあライフ2つでやるんですか。わかりました。じゃあ、当日予選もファイナルはライフ2つ、バーベキュー勢がライフ2つでやるらしいです。大丈夫。はい、バーベキュー勢 VSチームシカゴ。シロニーこっち、じゃんけん。ワンピーツーピー。あんまり一瞬見た。コタナがチケだった。まだ予選勝ち抜けじゃないってこと。もちろん。ああ、これは1位2が1位2位が決まりますんで。あ、1位2位を決める。そう、でもくじ引きで1位2位決めて意味あるのかな。1位2位決めてさらにくじ引きするの。決める意味がある。決める意味あるのかなんですけど、まあ、松尾さんが言ってたことをやるだけなんで、こっちは最終確認。いや、全然じゃない。もう決まってるんじゃダメなのかなって話。意味が分かんないけどやるんだって。ちょっと意味分かんないですけどやりましょう。はい、当日予選の最終試合になるかもしれません。はい、じゃんけんは終わってるので先方は、まあ、気楽にお願いします。グリグラさん試合です。はい、それでは最終日ですね。こっちやっていこう。さあ、これは 1P 側がジャロップ、 2P 側が丸流でスタート。これで、バーベキュー勢 2P 側はライフ2つ持ちなので、このまま勝てば予選1位抜けになります。さあ、うまく真空を合わせたがフルフィットせず、ジャロップがうおすごいヤバ顔を決めていく。さあ、チームシカゴはみんな仕事してますからね、今日は。
非常にいいチーム。キャラバランスはあんまり良くないが、対する 2P が混成チームバーベキュー勢冷静。うわきつい。うわーいい抜き、いい抜きた。ザロップこれ初勝利かな。じゃあみんな活躍してますよね。うん、うん、さあ誰が行く。オーロナインが行く。先ほどはエッサーに勝って吠えていた。さっきをシノニーを殺している。さあジャロップはオーストラリアのプレイヤーですが、日本在住、日本語ペラペラ。オーストラリア。オーストラリア、あの大陸の方の。そう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 。すごいね。あの大会になるともう必ず来てくれるいい、やる気勢というか。さあタイガーショットがきついが、オロナインがふわふわとあんまり取られないように。うまい。さあぶっ込んだ。うわー、いい来ましたね。デビリバが、あーっとここで暴れ、またでかい。おっと逆に、うわー出していく。おまだ諦めたい。うわーうわーうわあっち今の最高な。ジャンプジャッキックだったらな。さあオロナインの勝負要素がかなり出ている。相当最近経験積んでますからね。ネット対戦モリモリやって、アニコレやってますよね。アニコレとバーサス両立しております。最高体育モロナインが勝利。今のは完全にバックジャンプ出させてパターンですよ ね、 そうですね、うん、さあ出てくるのはフットポープ。フットポープ開幕飛んでいく。ジャンプ中盤。さあ踏んづけ含め、おっとめくりすらクーと天空客ピオールが、ピオールがどうだ、安い。おっとさあどうなる。このラインは虎視眈々と、まあ、この距離だとツンリーもできるのかない。うわめくりになる。さあ逆転した戦列がある。ナイトメア負ける。これはナイトメア勝ちますね。あれダメなんですよね、無敵時間の関係です。ナイトメアが長いんですよね。無敵が出すんだったらもう一回ジャンプとかしないといけないかな。さあおっと今のは投げ暴れ読みのスイジャン、対戦経験が出ている。歩き投げうまい。いいくぐりですね。おっとあの前から投げちゃう。おっガムサラガムガム、おおガムガムガム理解した。おおヘッドプレスじゃなくデビリはすかし投げ。あれブランカ行かないですね。あ本当だブランカ行かないですね。ブランカを行かない理由はエッサガよりはブランカの方が多分いけますよ。うん、まあシノニーエッサガットが出てくる。これ3体目ですね。あバーベキュー勢今日はシカゴチームと2回目の対戦。うおうまっ。さあミスったけどもちゃんと取れるところで取ってますね。いやー空対空よく見てますね。そうっすよ。が、今度は超早出しになってきた。シノニーの読み合い、ナイトメア。おーっとやっちまった。これは中盤ダブルにだったんですけど、おー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 さあ最後ですね。最後削り切る。バックジャンプに対しては着地アッパー海外全対応。まあねー、エッサがもうバックジャンプしたくなる気持ちはわかるんですけども、
さあ今度はシノニーペース、オロナインがゲージを溜め切る前にどこまで取れるかという流れですが、これ溜まったかな、まだか、ちょっとね、2ピンカーのゲージが見えないので、おーっとー、おーっと死にかけた、ゲージは溜まってます、引っかかる、うおー、飛んでからクソ野郎、あナイトメア甘えてんじゃねえと、ごちゃったところ行きましたね、やりますね今のナイトメアは。さあボンキブランカ、で最後ベガが残ってるんですね、アーチミラン残し、さあしかしボンキブランカ先ほどいいとこ見せていた、いやこの2人さっきは相当いい試合でしたからね、四次元殺法やってましたからね、下がりに対して立ち強キックやって、最後ナイトメアの読み合いでなんとか勝ったんですよね、さあボンカ今のなんだ、ジャッキック、ジャッキックじゃないですか多分、負けるの一歩負けしたよ、ジャック中はでも相打ちしかなんないですよね、なんないか、うん、ブランカ側が勝つには大パン出さないといけない、いや垂直だったもん、あそうか垂直だったか今、うんうん、さあオロナインが、いやブランカ戦もうまいですね、すごいですね、すごいできてるというか、あのユーベガの捕まらなさを、はいはいはい、一番今体現しようとしてるのは彼なんじゃないか、おっとこれは安い、あーっとめくりネタ回避、めくりネタでしたね今、うん、あーこれはローリング、おーめくりローリング、まあ削れりゃ OK ですからね、さあボンキーなんとかしたい、なんとかしたいが、うまい、垂直で押された、投げ返す、投げ、でもねブランカは高めにやりたくなりますからね、やりたくですよね、高めじゃないと上になっちゃうからね、1回の隙は逃したくないですねブランカ側も、はい、さあお互いボンキどこで、ここで透かし投げ、うわー、ダブル2がヒット、あーうまい、これうまい、ローリングで読んでましたね完全に、そしてめくり、さあ行こう、おうまいぞ、でベガ同キャラ、ベガ同キャラ大将戦残ってしまった、マジでつまんない組み合わせさあおーっと、おお、ね、最後のピオル痛い、マジか、めくって投げる、あーチビラン、ここは一瞬報いたいところ、さあダブルに噛み合ったのオロライン、固めの方がコンボより嫌だという考えもある、上り中パン対空、これは拾えない、バックジャンプ強キック、確定だが体力差はそんなにつかない、ナイトメアとりあえず使った、さあ固め始まる、ジャンプがダメなんですよね、ジャンプはダメですね、ジャンプはダメなのでダブル2のタイミングでジャブを置く、そうすると相打ちになって固めからは逃げられるけどもやはり体力を持ってかれると、なので固めてる側が圧倒有利です、うわこれはきつい、うわー下段を混ぜる、オロナイン5立て偉すぎる、さあじゃあストレート勝ちしたの で、 そうですね、これで1位2位って感じですかね、1位2位ですね、はい、はい、当日予選